はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今日もですね、焼酎、香類なんですが、また新しい宝酒造の、宝焼酎、日本です。こちら、桜の国、日本の焼酎、桜だる貯蔵熟成酒 3% 使用。そして、我が香る、桜富士ハイボール。おすすめの飲み方が、日本が1対2ソーダ。ソーダが2となっております。これも新商品ですね。原材料はサトウキビ糖蜜と、大麦麹と桜葉塩漬け過去国産となっています。焼酎では珍しい桜葉を使用しています。桜葉などの原材料を仕込み、連続式蒸留を行いました。独自製法によるピュアですっきりとした味わいとほのかに甘い香りが特徴です。アルコール度数25度。原材料を蒸留しているため、本製品には食塩は含まれておりません。だそうです。ね。こちら、裏にこの、富士山。これ、いつ発売したんだろう。桜ってことは春発売したのか。それなら、その癖俺知らなかった。まあいいや。ちょっと飲んでみましょう。普通に乾杯。桜餅。うん。これ桜餅だ。うん。これ桜餅ですね。桜餅の香り。ホームページを見てみましょう。宝酒造と。でも、つい最近見たような気するな、これな。そんなに、春の時期に発売されたっていうわけでも、なんかなさそうやけど。いつ発売されたの？香類焼酎リーディングカンパニーの宝酒造がたどり着いた日本新価値香類焼酎の誕生です。そして、この100年の間に培った技術の集結を今こそ形にすべきだと。桜だる貯蔵熟成酒。桜だるってことは桜の木の樽ってことなのかな。ちょっと見てみましょう。まあいいや、乾杯。ああ、いいっすね。ああ、桜餅。あれですね。最近のあれで言うと、最近っていうか、焼酎じゃないんだけど、ウォッカの、ズブロッカみたいな感じ。てか、ほとんどズブロッカの焼酎版みたいな感じするな。ああ、ズブロッカよか、まあ、ちょっと薄い気もするけど。うん。あ、桜だるは樽の、材料としては珍しい桜の木を使ってるって書いてある。へぇ。
珍しいですね。桜樽、まあ、俺、樽の、あれ知らないけどさ。ウイスキーの樽とかさ、何使ってっか知らないけど。桜の樽は珍しいんちゃう？うん。あ、これの20度もあるみたいです。よ、あの、度数ね。で、こちらが、700ml、これ25度のやつで907円。結構高いですね。なるほど。いや、これは結構美味しいぞ。ただ、一つ言わせてもらうと、ズブロッカが 500ml 1000円ぐらいだろ。あ、でもそんなでもないか。ズブロッカもうちょっと高いか。ズブロッカ1400円ぐらいするか。まあそう考えるとあれか。まあ俺もかなりズブロッカは大好きなんですけど。宝焼酎のジャパンってのもあるよね。ジャパンは飲んだことない。見たこともないんだ。これ何が違うの？ちょっとわかんないですね。ジャパン。金箔入りなんてのもあるわ。へぇ。でもこのジャパンっていう、まあ、これじゃないけど、日本じゃないけど、ジャパン。ジャパンっていうあの、焼酎もあるんですけど、その焼酎は確か、リスナーさんの話だと、パブとかにあるらしい。パブっていうか、オッパブとかじゃなくて、なんつうのあれ。俺行ったことないかわかんないけど、バーじゃないけど、なんか、おばはんがいるところ、おばはんが、バーのマスターがおばはんみたいなところにいるらしい。あれ、なんて言うんだっけ。おばはんパブみたいなところにいるらしい。っていうね、話は聞きました。これは割と悪くはない。香りもしっかりするし、桜餅の香りもそこそこするし、まあ悪くはない。けど、まあ、特にあれだな。まあいいかなって感じ。2333です。ご視聴ありがとうございました。